はい、順次です。ではアイワナビーサーパーマネンス2続きをやっていきましょう。ではこのマッドファクトリー前回の続きからやっていくんですけども、行くべき場所が全く見当ないので、まずはちょっとね、探索をしてきっかけをつかんでいきたいかなと、思います。まあ、そこまでカットしたいんですけども、一つちょっとご指摘いただきまして、私結構あのステージに入った時に、まあ、雰囲気とかでこう名前をね勝手につけてしまうことがあるんですが、このステージ入った時、まあ、要塞とか基地とか表現していたところ、まあ、前回ぐらいからあの、まあ、ステージ名称を思い出しまして、まあ、マッドファクトリーと呼ぶようになったんですけども、まあ、ここはあの統一した方が良かったですね。はい、あの大変失礼いたしました。ではちょっと探索していきたいと思いますので、カットしましょう。いやなんかあるよね、まあ、あの探索研究室も気にはなるんですけど、このパイプ研究室、研究室じゃないわ、管理室も何かあるはず。てかさ、これなんかやっぱ使うんじゃない？あ、なるほどね、やっぱりなんか怪しいっすもんね、これ。明らかになんかこうイベント起きますよみたいな感じだったんですけど、あ、なるほど、電池をここにはめ込むんだ。でも、あ、で自分が出るか、これは出るとき用ってことですね。これによってとりあえず覚えましたね。うん、記録はされた。で何か変化あるかってなとこなんですけど、まあ一つ気になるところはやっぱりあのメロンが取れるようになるかどうか。まあただメロン取れても先に進めるわけではないから、とはいえ、まあ、とりあえず補充しようか。あの補充完了したんですが、なんか動画見返していて、これってさ、なんかもうこの段階でやっぱ取れるんじゃないかな。二段ジャンプできないからここ結構行きづらいけど、あ、どうだろう。あ、ダメか。あ、一回でもなんか潜り込めれば頭を連打していけそうな気するんだなと思ったんだけどねそうでもないか。これ一発で入り込めれば、いや、あ、いや、でも連打できない、やっぱり違うかな。そうですね、もうちょっと様子見ます。はい、次やってきたのはこのコンベア管理室。あの先ほど電池がはめ込めると分かったんで、となるとここもそうでしょうというところからはめ込む。そしてこれなんか変化起きてんのかな。そこですよね、結局、まあ、アイテムは使ったけども行く先が分からないので、まあ、またちょっと探索を再開してきますか。あっちこっち、はい、まあ、ここにやってきたんですけども、この場所も怪しいんですよね。なんとかしてあの左上のドクロぶっ壊せないかなとは思ってんだけど、こっからさ、あのエッグ君をこう、あ、なんかそう投げてうまくいかないかな。ちょっとそれあの動画見返していて思ったんですけど、こんな感じで、あ、ダメか、ダメか。じゃあどうやっていくんだこれだ。あれ、ん、あれ、ここってこの階段ってか、これパイプか、繋がってなかったですよね。あ、もしかしてあのパイプ管理室、あの電池はめ込んだことによって延長されたってこと。いや、最初確かなかったと思うんですよ、これ。あー、多分そういうことだな。であれば、いけるかな。でも、壊すのに1個、取るのに1個だから、2個ないといけないんだけど、ちょ、とりあえず行ってみます。よっ。ほっ。あ、意外といけるかも、これ。よっ。あ、いけるいけるいける。よし。あ、メロン来た、メロン来た、メロン来たよ。もう1個。ほっ。危ない、危ない、危ない、危ない。よっ。よし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 。OK! OK! なるほど、こういうことか。さて、ミスんなよ。よいしょ。よいしょ。ここにスイッチ。よしよし、スイッチじゃないわ。セーブある。とすると、まあ、他にも何か変化が生じてる箇所が、まあ、電池使ってますから、少なくともあと1箇所あるはずなんで、まあ、ちょっとそのあたりもまた見つけていこうかね。どこかしら？あと、もしメロンがあるとすると、なんか動画見返していて、これまた思ったんですけど、ここのさ、あの木箱、全部は壊してないですよね。壊してなかったと思うので、これ全部壊したらもしかして何か生じるかもしれない。メロンちゃんが出てくるかもしれないってところにかけて、あ、ぶね。よし、とりあえずこうしといて、ボムキット組んでちょっと壊していこうか。確か真ん中の方壊せてなかったと思うんですよ。それを試せばちょっとスッキリもするし、どう？ここ壊したいな。ここもでももう壊せないけど、あそこはないか。だったらないかな。まあ、とりあえずちょっとやってみますね。うまく落とせよ。よっ。よし。あ、これでいけるでしょう。
そこの先壊せなかった木箱を、あ、ないか。じゃあ眠ってる説はなしということで次行きましょう。あれ、ベルトコンベアが止まってる。あれ、これどのタイミングで止まったんだ。さっき動いてた、あ、電池か。やはり電池によってか。あー、2個目はめ込んだ電池によってベルトコンベアが止まったって可能性ありますね。確か1個目は止まってなかったと思う。勘違いだったら申し訳ないです。ってことはここも、あ、止まってる。 OKOK。 じゃあこれで取れる。あ、今回一気にメロンがザクザクと収穫できてきているぞ。よし OK。 一応爆発、よしよしよし。じゃあガシガシ行きましょうか。これでベルトコンベア全部止まってんのかな。一通りまた回ってみましょうか。この探索研究室と相変わらずこんな感じなのね。特に変化は生じてないと。何かあるとしたら、あ、ちょっとね気になったのは、もしかしたらこのボムキットくんでしか入れないちっちゃい隙間が実はあるんじゃないかななんて前回思ったんですよね。この探索してる自分の動画を見て、そんな可能性、あ、そこちょっと怪しくない？今の、あ、しまった、リスタートしちゃった。今の箇所怪しいですね。ちょっともう一回やってみようか。よし、再びやってきました。では調べてみましょう。さっきですね、あのメロン取ってからセーブするの忘れていて、よいしょ。あ、何もないか。何もなしということかしら。そう、忘れていたんでまたメロン取り直したんですけど、ここで爆発しても関係ないか。いや、どっかになんか入れそうなところあってもいいとは思うんだけどもね。違うか、ボムキットくん結構当たりかななんて思ったんだけど、いやー、二段ジャンプできないからね。で、ショットも打てなくて、ショットボタンを押すと爆発すると。いやー、じゃあ未だわからんな、ここ。じゃあ次、探していきましょうか。あのさ、まさかとは思うけどもさ、今ふと思ったけど、こう止まった状態でこの固定されたドクロマークの、どっかにメロンがあるとかないよね。いや、なんか可能性ありそうだな。まあ、これちょっと後でやってみましょうか。よいしょ。で、とりあえずは、あそこですね。なんか行けなかったところ1箇所あったと思うんで、あそこのパイプがつながってると思うんで、そこまで行きましょうか。よし、やってきました。多分この右がまた行けるようになってるんじゃ、あ、なってる、パイプできてる。あー、じゃああそこに電池はめ込むことによって、そうか、あのパイプが出てきてくれるってことですね。了解。でもってってことは、そこのスイッチを押してゲート開けなきゃいけないけど、でも針が出るってことは、自分が、そういうことか。自分が上行って、ちょ、待って、よいしょ。これ、とりあえず壊しとかないといけないよね。自分が上に行って、すれ違う。よし。そんでもって、ボムキット組んで下に送ってくると。てか、送るっていうか、スイッチ押しに行くってことでしょ、これ、多分。8秒、これ間に合うかな。7秒、6秒、これ反応しない？大丈夫？あ、ちょっと待って、これ厳しいか？いや、いや、うまく、あれ？あれ、閉じ込められてしまったが、もう一回、こういう感じで、もうダイレクトに乗せていけば、これでだいぶ時間短縮できたんじゃないか？そのサーチもされませんしね、これでいけるはず。OK！ で、来たー。これ罠じゃないよね。これ何？いや、これなんだ？ちょっと押してみる？気になるもんね。いや、あ、関係ないか。では、あー、なんか新しいとこ来た。この、ね、行く先がわかるというか、安心しますね。下は？これ何？パイプがあるってことはまた、あ、やばい、使っちゃった。また戻ってくる系か。とりあえずその、メロンちゃん取ろうか。サクッとこれは取れそう。よいしょ。え？あ、よしよしよし。よかった。届くよね。OK。7個。ザクザク本当に取れてきていますね。あー、ちょっと薄暗いところ来ました。よし、そうしましたら、まあ、いつもね、結構長時間動画になってしまっているので、まあ、今回は、もうちょっとだけ進めたら終了しようと思います。ということで、なんか新キャラ出てきましたね、この新キャラ。マウスちゃん。よ。あ、しまった。何をしている。マウスちゃんに気を取られてしまった。ほっ。で、うわ、なんかそこ難しいな。で、倒せませんね、マウスちゃんは。よっ。ほっ。よし、これだ。で、あ、また、ちょっと待って、今、ダーが出てきそうな気した。こう普通にね、探索していく、進めていく中でも、ちょっと怪しいところは、
意識していかないと。これなんか罠あるんじゃない？なんかありそうじゃない？これなんか非常になんかこの上が実は抜けるとかあるか、なんかありそうな気するんだけど、ちょっと待ってね。タンタンほ、あーないか。よし戻ってきた。なんかでもここいかにも罠があるって感じするんだけど、意外とそういうところほどないのかしら。なさそうね。なんだろう、ネズミちゃん来そう。来た。なあ、あっぶな。え、ちょっと待ってとりあえず戻ってきたものの、まあ、この弾幕はまあまあまあ避けづらいけどなんとかなるでしょう。で一回やり過ごして、そこの高速ネズミちゃん、これトリガーじゃないから乗ったらかってことは、端っこに行ったタイミングで行けばよっ。これでどうよ。よし来た。よしよしよし。トゥイーンじゃないのよどういうこと。あ、4つ目。おちょっと罠ダメよ。なんかすごいありそうだけど大丈夫。 OK。 そしたら来たー。眠りから覚めた。よし今回結構メロン収穫できましたね。うん、まあ突入してからって考えるとちょっと少ない方かもしれませんけども、7個と、とはいってもあと3つあんのか。うん、まあうち1つはボスを倒さないといけないとは思うんだけど、でなんか雰囲気的になんかこれボスっぽいですよね、ここの入り口で。左も行けるし、はい、ということで次回はその辺りを探索していきましょうか。うん、まあ次回のパートでなんとか突破できたらいいかななんて思ってるんですけども、はい、頑張っていきたいと思いますですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。